皆さんこんにちは、ダイスです。今回はポケモンレッツゴーイーブンやっていきましょう。今日はポケモンを捕まえに久しぶりに行ってみたいと思います。11番道路でバリアード、まだ厳選してなかったので今回はバリアードを50匹ぐらいかな、頑張って捕まえてみたいと思います。ということで1匹目出るまで我慢します。全然出ない。さっきちょっと一周してきたんですけどいないですね。これを使おうかな。ここら辺が一番真ん中で見やすい気がするんで、ここにしよう。コロン、どうかな。バリアード来たー。よし、じゃあ行ってみよう。最初はとりあえず目の前に立てます。で、スーパーボール結構多めに持ってきちゃったんですけど、ハイパーの方がいいのかちょっと分かんないんですが、ちょっとずつあのボールもレベルを下げて捕まえに行こうと思います。あ、でもレベル19だからスーパーボールでいい気がする。頑張るぞ。スピードスター、スピードスター、スピードスター、そのままいらない。いるかな。では50匹目指して頑張ります。なんか動画にするのすごく久しぶりですね。とりあえずなんですけど、色違いが出たら嬉しいけど、最近動画にしてない感じだったからご報告してないんですけど、最近捕まえてた子は色違いは出てません。すごいね、久しぶりに飴を集める以外でゲットしに来てます。心の飴もちょうどなくなってたので、ここで揃えておきたいですね。で、まだ8匹目なので頑張ります。結構来たんだけど、もうちょっと先か。まだ30いってないし、まだね、23。ハイパーボールの数が少なくなってきてるので買ってこようかななんかですね、スーパーボールちょっと投げるの不安ですね。黄色だしいいかななんて思ってたんだけど、レベル19だって言ってもなんかバリアードにスーパーボールいけるかなと思ってたんだけど、途中で入れてみたらちょっと怪しいよね。多分これが逃げる行為、逃げるは行為だよね。逃げる動作だと思うので逃げます。あ、後ろにいる。50匹までの数が長いまだ23匹目捕まったばっかりなので、あと約半分ですね。ちょっとずついっぱい出てきてくれるようになってよかったです。なかなかエクセレントが取れない。ナイスとグレートは多いんですけど、エクセレント出したいな。これで24。経験値が4桁にいかない。うちのポケモンちゃんたちもあんまりレベルが上がりませんねやっぱりラッキーの連鎖にした方がいいね。でラッキーもさっきから出てきてるんだけど、ラッキー出てるとなんかバリアードが数が少ない気がしてたんですが、もうすごいですよ。他のポケモンが出なくなってる。ここで稼がないとやばいのに、なんでそっち行かないの。左、今のとこだね、今のとこ。うわー、ダメだ、怖がってグレートまで持ってない。エクセレント出したい。でもナイスだからさ、あ、4、ん？あ、今なんか多かった。あれ？多
きさボーナス。4桁、これで31。エクセレント来た。数えるほどしか今出せてない。エクセレント、あーよかった、入った。次からですね、4V、 ここからが勝負だ。頑張ろう。40匹ぐらいまでいったら多分スーパーボールでもいけるんじゃないかとちょっと思ってたんですけど、買いに行かなくてもよかったのかな。行ってきちゃったんですけど、もったいなかったかな。あ、コロン使います。本日2本目のコロンです。思ってる以上に動かなくても出てきてくれてた感じですね。30匹まではコロンで行けたんだ、嬉しい。またお金貯めてコロンも買わなきゃ。これでここからが 4V ですね。性格はね、一応ね、あのなぜか意地っ張りにしてたんですよね、そういえば。なんですけど多分日付変更になったから切れてるはず。バリアードって何がいいんだろう。特殊系だから寂しがりとかの方が良かったのかなって思ってたんですけど、あのちょうどですね、日付変更線12時超えてるので、ここからは何でしたっけ、あ、性格ランダムになりますのでいいでしょう。50匹近くなったらかけてこようかな。どうしようかな、かけた方がいいかな。なんか特にこの性格っていうの決めてなくて、今引かなくてもいいかな。出てきてくれた子でもう作っちゃおうと思います。これでもうちょっと頑張ろう。いなくなった。あ、色違いきた。ねねねね、バリアード緑なんですね。私黄色だと思ってた。緑だ。やった出た。え、36匹目。え、もうこれ捕まえに行きます。金の七の実でいいかな。逃げないでお願いだから逃げないで。あー左に飛ばしたい。すぐ入るかな。え、めっちゃ嬉しい。すっごい久しぶりに連鎖かけたんですけど、取れた取れた。色違いきた。うおー嬉しい。この子にします。性格まだ悩んでて言ってなかったんですけど、ランダムの性格でもういいです。え、めっちゃ嬉しい。あ、スバッと。ダメだよ、分かったら。あ、コンパンも、コンパンもダメだよ、分かったら。よし、いない。出ましたね、緑色。あ、手のとこも緑なんだ、知らなかった。これ肌の色もちょっと違うのかな。ピンクっぽい色が若干違うかもしれない気がしますが、ちょっとまだ見比べてないのでわからないんですけど、とりあえず久しぶりの色違いが来ました。うわー嬉しい。ただね、一回出るとあの外出なくなるので、また飴を集めてから次の子探しに行こうと思います。はい、あ、意地っ張りだった。いいんじゃないかな、防御はないけど特防あるし、この子にします。マスタートレーナーのために今19レベルなんですけど、あげようと思います。はい、ということで今回はバリアード色違いが出てくれてかなり嬉しい回になりました。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルご登録、コメントよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた、 See you!